ですね、小水のですね、昨日と近いところに行ってます。皆さんおはようございます。今日はですね、GoPro を忘れまして充電したまま、今日は iPhone 12 Pro Max で撮ってみます。今日はですね、12月25日、クリスマスですね、金曜日です。今日はね、香港休みなんで、今日はずっとこう来てたら自転車盛りがもういっぱいですね。びっくりするぐらい人います。でですね、GoPro 忘れてきたんで、今日はですね、こういう風にですね、ちょっと撮ってみたいと思います。こっち行ったらね、すごくね、緑がほわほわとしたその田んぼがあるんですよね。こっち行くとですね、ユンロンまでの高速のところですね、自転車道路がずっと続いてるんで、この人たちね、ずっとね、ユンロンまで行くみたいなんですね。そんな感じです。ここみんな来てね、豆乳をね飲んであるんですよね。まあ、でも醤油のとこなんですね。みんないます。ここでですね、豆乳を注文して飲んであるんですね。よしよいしょ。ここでね、今まで来たことなかったとこですね。なんかね、土産物屋みたいな、ここどこなんかな。それでここに、これは学校のかな。ここもね、なんかね、バスが放置したね、ずっとね。もうちょっと、あ、これトイレ使えるな、昔前まで使えるな。規模もあるよね。もうたくさん米やって面白いんやけどね。あれ、あそこなんか作ってるわ。ここに寮みたいなのがあって、なんかね、この辺ね、やっぱり食べる店がちょこちょこできてきたね。やっぱりサイクリングのおかげやね。今バス停があった。この白ヤギ、
水が澄んでるのと、水がちょっと多いようなんですね。どっかで多分放流したんかな、放流できるのかな。自転車屋さんいっぱいいます。今年ぐらいいますね。じゃあロープですね。で牛がここにいっぱいいます。そんな感じですね。今日はですね、ちょっと早くで撮ってみました。毎日ですね、香港のいろんなところの、ビデオをですね、アップロードしてますので、私の YouTube のチャンネル、何だっけ、購入してください。購読何だっけ、チャンネル登録して、毎日見てください。ではよろしくお願いいたします。